ばいっすよ。適当に喋れ。おしまい。うん。いや、何喋れですか、これ。ハニーとキスアグアテ。ハニーとキスアグが好きだバカー。うわー、おー、なんかか。勘違いしとった、マジでさ。忘れず、仕事なかったみたいな。なんかそう、うん、そういうこと、うん、そういうことです。しゃあないよね。全然1分前から出る予定なかったんだよ。 DJ かよDJ かよマジかよ。嬉しいだろ、みんな見てくれたみんな。ウケるわ、マジで。二人やばい。暇人かな。ちょっとみんなで飯食おうとしてたところをちょっと抜け出してきたわ。とりあえず腹減ったんで、どないや行きましょう。新曲歌ってとりあえずどないや行きましょう。どないや行くの今から。頼みましょう。どないや。やばいっす。腹減ったらやばいっす。すぐ来ませんよ、そんな。番号わからんすか。ぐーっと参りましょう。主人、イケメンって来てますよ。うわーっていうね。エグザイルレベルが上がったね。また一段と。全然エグザイルではない。ザイルレベルですよ。何これ。ハニー、これ何すか。今日ハニーキサグ休みなんですよね。俺今日キサグがなんか、あ、キサ&ハグ、あ、キスアンドハグ、バンビの名前が変わってるの。キスアンドハグ、ハグアンドキスアン、キスアンドハグじゃなくてハグアンドキス。はい、なんか来たイケメン、来たイケメンの声が聞こえてたよ、このタイミングの。あ、そう、ハグアンドキス、ハグアンドキス、モンスター来たよこれ。ハグアンドキス、収拾つかんくなるよこれ、やばいね。ハグアンドキスがまあ休みらしくて、で今ちょっと3分前にそれ聞いて、5分前に聞いてちょっと来ました。どうです。はい。キサグが立て。まずいっすね。ハグキスね。キサグが立てんって言われてる。とりあえず社長来ないですか。やばいね。ダイさん来ないですか。ダイさんよく来るって言ってたからね。グーって言ってるけど来ないのか。DJ とりあえずグーッと参りましょうって。ま、絶対常連さんいるかこれ。これ常連さんとか従業員の人じゃないですか。グーッと参りましょうって言うんですか、女の子。この普通ね、上がらなさ、上げていきましょうよ。上げていきましょう。なんか一気ダッシュで来てからのこのテンション上がるのさ。え、あれ誰かいたでしょ、絶対。絶対あれ竹丸さんっって言ってたやついたでしょ、マジで。竹丸じゃねっつって、竹丸じゃねっつって。確かに竹丸さんの声聞こえたよ。やばいっす。ん、誰ですか。サンバーバード DJ さんにもサンダーバード。何や、
サンダーバード、あー、1号って言って、グイがうるせえや、ダイヤ、グイグイの声聞こえてきた、やばいね。いや、なんか顔出してこない、なんか 変態がいるんだよ、なんかマジで。なんか声聞こえる、声聞こえる、出てこようかな、あの野郎の。ちょっと俺一人にするのやばいっすよ。それは俺やばいっす。痛い。あ、もう助かった、マジで助かりすぎた、やばいっす。あ、やっと来たよ。助かりすぎて、やばいっす。何やってんだよおい、何やってんだね、おい、ニコ生始まったよなんで俺 お好み焼き食べてんだよ、こっちは。マジお好み焼きがさ、胃の中で暴れてるわ。てか暴れてるよ、胃の中で。なんかほら、てかまたか、はい、またニコ生出てるし、びっくりびっくり、はあ、はあ、うん、誰が言った、そのこと。ごめん、誰が言ったんだよ、てめえ。ごめん、なんか来んな、マジで。やめろ、ほんとやめて、マジで。あれ、もうやめて、あれ、進撃が邪魔だ、邪魔だ、やめろ進撃あ、これ来てるわ、多分。カラコンしたよ、てめえ。もうほんとムカつくな、イライラしちゃうよ。どうせまたショッキングピンクだよ、本当に。マジショッキングピンク、そりゃ悪いわ、もう。大丈夫さ、残ってん。なにねえねえ、かまちゃんですよ、かまちゃん。えかまちゃん、大丈夫さん、お前のことキモいって言ってたよ。なんで、え、うえーって言ってくるって。うるさいよ、うえーって。うえじゃないわ、マジ気持ち悪いな。なんで今日だって、どこのやつ今日どこの番組。これ変えてもらえない、変えてもらえない、タグ&キスってほら、三角、四角、僕、竹丸。誰が、はい、飲め。グーイ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 何やってんの、てもおいって。早く帰れ、行け、邪魔だ、邪魔だ、消える、早く、邪魔だ、去れ。もうちょっと早く、さらせろ、早く、さらせろ、早く、さらけ出せ、早く、お前行け、早く、邪魔だから消せ、早く、もう行け、消せ、早く、消させろ、消させろ、早く、早くしろ、消させろ、邪魔だな、うるせえ、ボケしねえ。酔っ払ってる。あ、三角四角、僕、高丸くんじゃん、おはよう。シュージくんだったっけ。あ、シュージ飲んでるくらい。ワンワーワンワーうわい、ほらよかった。つらいよ、つらいぜ。いや、え、今日何、え、今日ハニーの番。え、ハグ&キスって書いてあるんですよ、背景。ハグ&キス、ハグ&キスの会なんだ。今日休みなんだ。そうなんだ、まんまとはめられましたわっていう感じね。っ、ね、うん、ああ、それ本当にさあ、ね、ほら、お前はいいからって言われてるよ、ほらね、買ってきたわ、ね、ほら、お前はいいから、ほら、大事出せって、ほらほら、言われてる、ほら、ショッキングピンク。俺じゃないね、俺だって言われてないもん。計算したからよ、今日。ちなみに、え、ちなみに、お前、先週に引き続きまたピンク来たわ。ちげえよ、お前は。なんでお前さ、先週ここだけだもんね。出る気満々じゃん、この格好が。お前ね、誰が出る気満々。青も合わせてきましたみたいな。ショッキングブルー。この前は青じゃねえ、ドットの白。ドットの白、これで見直してドットの白だから、この前は。だけど、ズボンはピンク。まあ今日見直した、確かにピンク今日見直したな。聞いて、ちなみにさ、前さ、言われたんだけど、帽子は一緒なんだよ。で、聞いて、あの、前言われたんだけど、同化してるもん、同化。俺って、カノン栄光に似てるって言ったら、似てないって言ってたから、リスナーたち。ねえ、リスナーたちじゃない、もうちょっと。いや、まず似てるって言った人いる。言われたから、ふざけんな。それはひどすぎる。超笑われたよ、栄光はひどい。本当に栄光はひどすぎる。あれ、本当にさ、何を見てんの、俺の。そのなんか、ほら、もう死んでるよ、顔が。大丈夫、なんか、自由だね。なあ、自由だよ。
でも言ってもさ、なんだかんださ結構あの求められてる気がするんだよね、俺って。どうどう、ほらアップにしちゃうのやめて。アップ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 、やめて。ちょっと目気折れてるよ。おい、待って、何画面見てんだよ。見つめ直す。画面見ろ、見つめ、自分の顔をほら見つめ直す。何やめろ、それやめてくれ。ごめん、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 ごめん。え、今日休みなの？ハグ&キス。はぁ、ほんとは休みなの？休み。あ、そうなんだ、だからなんか誰もいないって。さっきさ、俺ね、一緒にご飯食べたの。あ、何分前に行くんだよ。なんか大さんといて、ご飯食べたんだけど、さっきだよ。だけど、ほんとさっきで、なんか、え、ちょっといないみたいだから行ってくんないってなったから来たんだけど、あんまいらなかった俺。いや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 、いや、なんか2人でぼーっとしてたの、なんか。あ、そうなんだ。カメラ映ってんのにぼーっとしてる感じでした。まあでもさ、ほらいいじゃん、頑張ってしゃべる、かっこいいんだもん、2人ともね。リスナーたちはね、ほら、リスナーたちは2人のかっこよさ見てるから、絶対大丈夫、ほらね。いや、行きましょう。俺来た瞬間なんかこう、ほらね、また始まってるじゃん。いただきまーす。はい、いただき、いただきまーす。よいちょ。えい、おい、おいおいおい。え、なんかほら、なんか聞いて、ちょっとほら、ちょっと誠と被るんだよねとかって、これいつも言われる。なんかハニーのなんか初回来てくれる女の子8割方存在、すごいなんかなんかこう格好似てるし、あんた真似してんのみたいに言われるんだけど、僕は影響されすぎ、真似してない。うん、これが俺の色だぜ。ショッキング。ほら音が鳴んない。あ、いただきます。よいちょ、よいしょ。おい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 、口くれ、おい。あれ、先週ので反省してないみたいだね。全然もう無理っすね。全然反省してない、こいつは。もう無理っすわ、本当に。一回見たらわかるけど、まっ、全く飲んでない。女の子いないと飲めないんだよね、この人。一回飲んだよ、こいつは。え、すげえ、さっきで言うけど10杯中1杯。ちょ、お前のさ、だからもうなんか、もう全然飲んで、グーッとグーッとグッと、グッとノーグッドだし、ノーグッド、ノーグッド、よくわからない。はい、ほら、いけよ。アイス入ってないしさ、手抜き。ねえ、ここの従業員みんな手抜き、俺に。誰のね、あ、みんな手抜きじゃん。ねえ、あ、アメブロ更新しないと。最近ブログやってんだよね。うん、アメーだ。聞いてよ、聞いてよ。カリスマブロガーの真似をしてるって言われるから、カリスマブロガーになろうかと思ってブログ書くんだけど、全然つまんねえの。誰カリスマブロガーって。ちょっとつまんねえ、つまんねえ、お前全然つまんねえ。お前楽しそうだったね、今。楽しそうだったね。おいおい、ユウガー、ノブナム、おいおい、ユウガー、全然残ってる。カリスマブロガー、よいしょ。全然ブロガーカリスマじゃないんだけど、接客カリスマだからね。ほら、接客カリスマだから、見てて。接客してない、カメラと接客してないよね、あのカメラと。本当に、え、カメラ、あ、え、いいの。え、じゃあ俺ずっと、じゃあ俺もうここなくしていい。じゃあもうずっとこのポジション、このポジションね。ここだけ、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 ここだけ映すね。で、ピンクと青でお前たちを落とす。あれ、決まった。あれ、白と黒、とりあえず。すみません、とりあえず指パンチがなんないですよ。ほらね、ほら、自分押さえなくていいから、もっとガンガンいこう。あ、押さえなくていいんすか、これ。もっといってよ。もしかして、もっとちょうだい。夏じゃんだって。あ、そうっすね。夏だったらもう全然解放できる。もっといこうよ、ほら。パン1で。画面上のみんな求めてっから、君のこと。なるほど。いきなよ、ほら。いきましょう。喋っていいんすか、これ、もしかして。とりあえず、椿さんが来たから、ちょっと、助かったってありますね、ちょっと。俺は、ヒーローじゃねえ。ヒーローじゃねえ。ヒーローをちょっともじるとエロになるんですよ。あ、そうなんすか。そうなんす。え、どうでもいいんすけど。グイ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 、よし、こい、グイグイグイ。かっこいいっすね、さすが。うわ、え、ねえ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 、自己紹介しようか。じゃあ大樹さん来ないのとかもどうでもいいし、うん、ほんとに呼んでほしいなって呼ぶよ。じゃあテルしちゃうから、もうこれテルしちゃうよ。これ電話したら来ちゃうね、これ。氷見、氷見、氷見で。ピンクが電話したら来ちゃうでしょ、これ。ちょっと待って。え？
大樹さんは、ね、結構敵多いよね、何気に。あ、いた、電話するわ。 MC 電話するわ。カマさん、ほら、見て。おい、番号さらしてる、番号。あ、番号さらしてる。あ、さらしてない。おい、電波届かない。番号、バカ野郎。届かないやつ。あ、もうダメ。はい、電波届きません。はい、京子も来ません。はい、はい、電源切ります。はい、来ません。お疲れ様です。はい、やった、俺の一人舞台だぜ。お疲れ様です。よかった、来なくて。嬉しいわ、逆に。逆にテンパってんだろ、お前。テンパるくないじゃん。なんで、ほら。よし、行こう。なんで、ほら、眠いわとか来てるから、お前、ほら。最後。何？え、サクヤも呼んでって。ほら、サクヤ、これ呼んで。サクヤ好きがいるんですよ。あ、サクヤさんですか？サクヤ好きが。ほんとに、ほらね、じゃ俺すげえなんかバシ、なんかすげえあの、ほら、ディスられてる、ディスられてる。バッシングがディスられてる。ね、ディスられてる、ほら。ピンク消えろ発見みたいな感じだよ、なんか。なんかちょっと、あ、ハニー詳しい人が結構なんか。なんだよ。とりあえず、マオさんからちょっと。マオさんが、3件ぐらい電話来てるんで。ピンク、あ、そう。じゃあ呼ぼうよ。え？あ、マオさんから電話来てる？マオさんから、ちょっと。何してんのって。あ、そうなんだ。じゃあもう一回。何してんのって言ってあげるの。何してんのね、お前何してんの。ああ、もうまた来たか。ちょっと待って、分かったよ、もう仕方ない、おい行くよ。じゃあね。え、どこ行った、あいつ。ああ、電話来たのか。じゃあ行きましょう、参りましょう。いや、本当にさ、うるせえのいなくなったら本当に静かになるね。大丈夫、みんな。白いの似合う。ロー放送です。え、ザッス。あれ、うるさいよ。あ、ああ、あ、もしもし。お疲れっす。ノンスタイルだ、今日も。あ、今ちょっと、はい、姫目の前にいんだけどね。全然来ないよ、マジで。ニコ生今出てるんですけど、はい、うん、はい。はい、MC とか、ほんと一番苦手な感じ。マイクですか。前も言ったのにさ、ほんとね。え、今電話してる。この画面の前ですね。マオさん電話してる。はい。スピーカーにしてない、スピーカー。多分、リスナーに聞こえてると思うんですよ。聞こえてねえよ。あ、聞こえないですか。スピーカー、スピーカー。あ、スピーカーじゃないです。レディーゴー、レディーゴー。いや、繋いでないです。スピーカーにしなさいって。さ、はい、ちょっと休憩。この時間までみんな頑張って起きたわ。あ、了解っす。なんかみんないろいろ話しないやな。あ、おはようございます。はい、お、習字好きが結構いるよ、内外に。習字好き結構いる。あざーす。誰もいないじゃないですか。習字、テンション上げてみて、ちょっと。テンションは、ちょ、ユウさん、ちょっと行きましょう、参りましょう。行きましょう、参りましょう。ああ、飲もう。はい、はい、はい、はい。いやー、もう飲めないっすね、ちょっと。さっき、お腹空いてんのって言われたんですよ。誰が？誰に？シュージ、お腹空いてんのって言われたんですよ。あ、見てる人に。はい。うん。ちょ、お腹空いてます。毎日も、もやし炒め食べてるんで。いや、うるせえ、早く飲め、はい。いや、ちょ、やべえ。なんかグーイグー、なんか汚ねえこれ。あいつ口入れて出したろこれ。いや、汚ねえ。大丈夫？え？絶対口入れて出したでしょこれ。いやでも、はい。何でサクヤって。オッケー、送っとこう。これお客さん送るの。ご飯買って買ってください。お前、つーちゃんだるいとか、また始まったもん、ほんとに。お腹空いたから、ちょっと。ん？お腹空いたから。誰が買ってくれるの？どこに持ってきてくれるの？レンジ、ご飯買ってあげる。もうほんと。レンジ見たじゃん、まとまりない感じ。とりあえずめっちゃ、お腹空いたから、めっちゃ買ってほしい。お金がね、ないんだよね。うん、このカッコつけないで言うけど、お金がない。うん、ない、ないっす、ゆうさん、ないっす。
や、だからラーメン食おうよ、普通にね。いや、ほんと行きたいっす。うん、ラーメン。ゆうさんはいつもお世話になってますけど、他店からゲスト呼ぼうや。 NG コメントです。 NG コメントですって結構あれだよね。うん、多分俺がちょっとおめえはなんか食えやみたいな感じでしょ。この二人に飽きたわ。だからラーメン食べに行くんだって。うん、飽きたよね。いや飽きるよね、本当にね。あれ喋れないから。早々に飽きが来ましたよ、これ。このテンションだとね。あざっす、ファッキュー、ファッキュー、おい、あざっす、おい、画面だけじゃね、え、画面ばっか見やがってよ。たまには店にはちょっと足入れに来いや。りょうです。たまらん、さっきの二人いなくなっちゃった。あ、おっす、他店からのゲスト、ほら誰、あ、他店から来たよ。東条誠です。はい、どうぞ。あ、違うわ。俺は駆け抜ける男だぜ。こんなところにとどまりたくないよ、ほら。まあ、なんだっけ、ほら、見て、黄色い鳥でしょ、これ、ほらこれね、ほらピヨ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 、これ黄色い鳥でしょ。黄色い鳥、ほらピヨピヨ、黄色い鳥だよ。黄色い鳥は掃除が好きだからね。うん、だけど俺のカバンはフェラーリだぜ。やめろ、見せんな、やめろ、やめてくれ。見えないじゃん、ってほら、ここに置けよ、ここに、ほら、ここに、あ、ここに置けよな。いや、モザイクじゃん、これモザイクの方がいいよね。モザイク、モザイクの方がいい。やめてやめて、ほら見えない見えない見えない、ほら、板干すよ、お前帰れ、板干すよ。お前ほら、出てると痛いと思われるからやめてよ。ちょ、癒しポジション置いとこうよ、なんか。なんかさっき修二君イケメンとか言われてたんだけどさ、ねえ、ちょっと悔しかったよ。僕いる時イケメンなんて言われないもんだって。僕いる時イケメン、ねえ、僕イケメン、あ、ミンティアを取ってお前に投げる。投げる。じゃあ俺食べていいですか。食べてこいよ。拾ったやつ食べて。ホームレス行ってこい。黄色い鳥が。確かに、ねえ、ホームレス工場巣なんだよ、ちょうど。ほら、タバ、あ、ほら、タバコ吸いよ。ダメだわ。あ、ダメですよ。前ちょっと酔っ払った時にタバコ吸おうとしたんですけど。じゃあさ、ほらね、ほら俺たち3人だけど、ほら糸干すは誰、ほら誰おい、誰でしょうね。お、誰でしょうね。うん、糸干すは絶対お前だと思う。痛い干すと。じゃあほら、女の子を落とす、ほらセリフ言ってごらんよ、ナンバーワン。もう雑なんだよ。ナンバーワンのほら女の子を落とすセリフ、まだ3321、ほい、あ、言えよ早く。唇をドアップして、ほら喋れよ早く。いや、今日、あ、こっちの番。え、今日まったりだ。こっちピンクの番や。いやいや、それはもう一人舞台になっちゃうから。俺ドアップになったもん、うん、この前先週やったからさ。ねえ、いいから早く、ほら、また DJ 同じことをもう一回言わないと、こいつらわかんねえから、ほら言えよ。最初のくだりが、なんかまた DJ とかなってんだって、ほんとに。だから DJ を求められてることじゃないね、さすが。ほら、売れてるもんね、有名人じゃん。DJ さん、DJ さん、ほら、ね、DJ さん、修二の子供な、じゃあ行きましょう。え、ほら、行ってほしいでしょ。いや、めっちゃ行ってほしい。ほら、聞きたい。サンさん、ミニ、ミニ、おい、え、ほら、もし例えばじゃあ、もし例えばじゃあね、俺が、ほら、喋らせる気ねえじゃんか、お前。初回指名の女の子、女子ね、女子の、ほら、ユウさん、ユウさんって言って見に来ました。ほら、どうすんの。え、なんていう、じゃあ、一番最初、あの、アタック、アタック、アプローチ、どんな感じでアプローチする。え、どう、え、言ってよ早く、分かんないから言ってよ、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 言ってよ早く、言って、いえ、言えないやったらもうこの人に言わせるよ。俺の唇を奪いに来たのが、おお、おお、お前、おい、おお、おい、そんな安くねえぞ、安くねえぞ、とりあえずね、あ、うん、とりあえず、うん、なに、ちょ、いいよ、もういいよ、早く、しゃべって、しゃべって、ごめんね、ちょっと気が散っちゃった、ごめんね。とりあえず、うん、俺と、うん、プルプル、プルプルキス、わけわかんねえよ、言って、ダメだ、早く、それそれやって、それ今日から、お前は俺と、ほら、お前は俺と、はい、ハグ&キス、オッケー、よいしょ、痛い、や
ハグ&キスほら、タラコ、タラコ店の名前違いますよ。タラコ、滑ってる滑ってる、ほら店の名前違いますよ。消臭力おい、いや、ちょっと今、表がちょっと一つ下がってました。大丈夫ですか。いや、ちょっとダメっすね今、あの、滑っちゃった、滑っちゃった、わーい、わーい滑っちゃった、滑っちゃった、わーい、わーい滑っちゃった、滑っちゃった、わーい、わーい。うわなんか今日もですか。今日も楽しいね。何ここ、今夜もシコシコ。もうほらもうしつこいな。誰、もう俺なんで迎えに行かなきゃいけないの。真夏だけど、なんで俺が迎えに行くんだよ。どういうこと。真夏だけど燃えてるぜ。もうさ、電話で来ないんだったら来ないじゃん。だって電話で来ねえんだもん。だって仕方されてるわ。いや、帰ってきたか。あの人やばいやばい、すげえ嫌な予感するんだよね。なんで。ほらこちらは NTT ドコモだよ。あ、違う、ソフトバンクだよ。出ねえから。やばい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 、すげえ、なんかすげえ嫌な予感する。あ、やべえ、ちょっと俺帰って。いや、俺も帰ってきた。帰ります。じゃあ、じゃあ、3人で帰ります。じゃあ、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 帰りましょう。帰りますか。はい、そうだ、なんか今日は、DJ と竹鳴るがシコシコ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、それは良くない。そろそろなんか時間らしいんで、じゃあ、お開きってことで。あ、はい、あ、あ、もうじゃあ、はい、あ、いいっすね。じゃあ、行きましょう、行きましょう、参りましょう。はい、でも、ほら、見て見て見て、でも、ほら見てよ、ほら画面上のみんな俺に言ってほしくないから、ほらもうちょっと、もうちょっと止めてよ。嘘ね。うん、おっす、おっす、おっす、えーよー、よいしょ。え、ちなみに、聞いて、これは、だ、誰が飲む。レンジ、レンジが飲むために持ってきたの。あ、レンジさん、全然話の方向が全然分かんない。いや、これはなんで、なんで、なんで、ほら、いや、なんでこれ買ってきたの。誰、誰、何や、何やって。でもダメだ、おかん食べたから。ダメだ、おかん食べたから。おかん、おかん、ほら、あ、おかん、おかん食べたから、ダメなんだ。おかん、おかん、ほら、もうもうおかんで、もういっぱい食べちゃったからダメなの。ほら、高いっすか、生まれて。あ、俺もこの昨日食った。昨日、おかんだ、この前。ちなみに歌いますでも。え、ちなみにさ、今さ、一番来てほしい人誰。ほら、言って。 DJ? DJ いるよ。BJ、言うなよ、お前。ほら、誰が一番いてほしいの。大樹様、ほら。じゃあ、呼んできて。あ、呼びいます。じゃあ大樹さん、あ、大樹さん、大樹さん、大樹さん、あ、おい大樹さん、おいおいおいバカか。期待させんな、マジで。期待させてから来ないっつうのが楽しいんだよ。嫌がらせ、落とすから。嫌がらせ。お前らは俺がいればいい。もう敵が増えるね、マジで。いいよ、敵なんか増やしたらもうでしょ。敵増える。おいしい。ゲット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 、ファイルショー、グーッとゲット。さっきは飲んでないから。はい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 、喋っていいよ、喋っていいよ、喋っていいよ、ほら。本当に、うん、うわ。いや、もうほら、ワイン聞いてよね。えなんかさ、やってるわ、もうみんな。ほら、はい、これ色がね、色が黒い。はい、これ、これやばいやばい。はい、これはい、いきます。やばいやばい。あ、え、荷物ダメだ。ピンクがワインにやられて、うわ、あいつもういいっすかとか、なんか変なサイズみたいな。サイズでしょ。出発芸しよう、それで意味があるから。わけわからんわ。おい、あ、まあ、そういうことです、皆さん。ああ、そういうこと。うん、これちなみに、これ、かこれ犯人の会で、この後、今度何かが起こる。交互期待。入らない。フォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。
It's called Shao Kaede. He made one decision. Decision is change also chance. Am I my comfortable exhaustion? I pose the question. Which three are you? Great.まあ、俺はまあ多分県外だからだいぶだけどうまっ、うん、いやーまあ人気ランキングお願いします。いつか3人でじゃあ、いやピンクも混ぜてピンクカバーも混ぜて椿も混ぜてランキングしましょう。じゃあやばいやばいやばい、やってみよう、行きましょう、うん、参りましょう、行きましょう、行きましょう。なんかみん、え、それそんなにさ、見たいもん、お DJ の MC 力ねえんだって、俺一人で片方のなんか、そんなに言うことないですよ。うん、シールないじゃん。何やってんのか、シーハー言うと、これでいいのだ、いいのだ、シーハー言うと、これかわいい。あ、来た。ハニーとバンビーが好きだから。ハニーはこれでいいのだ。え、これ何ランキング？何ランキング？よし。うん、見たいらしい。じゃあビリが飲みましょう。俺か。俺も飲んどいた方がいいか。上。え？一位誰ですか？おー！俺！おい！強い！おい！マジで？おい！いいの？いいの？おい！いいの？おい、ジュデ。グーイ。ナンパ、ナンパ。やばいやばい。ナンパ対ナンパ。今開いから、はい。とりあえず飲んだ方がいいですよ。おい！イエーイだ。今、多分しないから多分、うん。本当はいたら多分また離れてたかもしれないけど、まだ多分いたら多分 B だもん。てかお前ら顔か、あ、そういうことか。おい、これがどこだぞ、これでも関係かな、関係の人がいて、グッド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 参りましょう、グッド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 参りましょう、グッド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 シュージが1位マジで。うちんとこの鳥が怒っとるよ、幹部の人がいて。それ面白いっすか。うん、初めて、初めて。人が怒っとるわ。めっちゃ初めて。はあ。習字人気がすごい。いや、俺初めて初めてですよ、幹部の人と。いやいや。ウェイトやって。ウェイトなって。どうでもいいわ。もう飲めないな、これやばいわ。ペンギン、ペンギン。いや。最悪、最悪。最悪こぼれたワイン。やばいやばいやばい。最悪白いズボンにワインこぼしたらやばいっす。ちゃんと見せてあげる。ちなみに本当は今日、うん、ハグ&キスの番で彼の一緒にみんなで飲もうかなと思ってたら、最悪最悪。ハニーの会だって言うから来たみたい。マジで心の準備ができてないとこんなにもぐだぐだとは思わなかったっす、ね、最悪っす、こぼしたっす。二競技日中修士ね、23修士23。じゃあ今から誰潰してほしいですか。いや、なるほど。いや、酔っ払ってきたやべ、最悪なんだけど。じゃあ最近のこぼれた最近の話、最近の話、楽しかったこと、楽しかったことですか。うん、最近の自分はでもどうですかね、竹丸さんとご飯行ったことですかね。嬉しいかい。や、嬉しいっすね。嬉しいことする。ほんとに竹丸さんとちょっとご飯に行って、うん、焼肉行って、
バーって感じなんですよ。最終的にはにくくってお互い、まあ、潰れかけた。潰れかけて、まあ、ミスドで。ミスドでドーナツ4個食べた。まあ、俺はドーナツ1個も食ってないけど、甘いわ。なんか途中で、あれみたいな、車上来てみたいな。俺、朝方に飲みまくって一人でミスドで一人でミスドでドーナツ10個食って、そのうちあのドーナツ1個落としたからさらに5個買ってマックスで寝た。はい、長い長い長い、ちなみに一番強いから、強い強い、グイ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 。機嫌なんだよ、機嫌直す、どんだけ機嫌張るよ。あきつっ、やべえこれ。俺も、あ、そういえば今日さっきなんでジャケット着てたって言ったら、竹丸何着てんだって、今日竹丸何着てんだって。今日この北海道、北海道だよ。北海道寒くて北海道持参してまーす今日。いや北海道俺なんか店見たんすよ。見たこの時期に北海道ってありえないっすよ。寒くて、いや、ありえん。うわ、シュウジが人気です。さすが、ナンバーワン。下からナンバーワン。うん、でも、シュウジはすごい、あれだ、ジェイソウルブラザーズにいそうなランキング。いや、それは最近言われないし。で、いや一番、最近言われない組織系だとイケメン。まあ行きましょう、参りましょう。もう一本なくなっちゃうね。ワインはね、ちょっと上がるやつなの。ちょっと本当に愚痴多いなって。本当に頭痛く、本当に頭痛くなるの。本当に、いや、ハニーの入り口で冬半ばにマジで寝たから、これやばくない、マジでやばい。目覚めたハニーの入り口に寝てるから。一本目ワイン飲んだ、本当やばいんだよね、マジでやばい。鍵の音が聞こえる。あか、鍵の音が。俺も帰ります。え、俺帰るわ。いや、お前何やってたの。帰りますじゃなくて、鍵の音が来た。お前カバン取りに来たよ。お前何やって、え、なにやめろ、ワイン会やめて。俺もう試飲会じゃないから、これ終わった終わった終わった。ここ試飲会じゃない、ワイン会終わった、試飲会じゃない、試飲会じゃない、危ない。試飲会は終わった、試飲会じゃないから、もう帰るから。やろ、はい、やろ。しかもさ、おめえたちさ、なんで俺ドブなわけ。イライラする、お前ら。いたら多分違ったって言ったら、いや、つーか、もう見えてない、もう本当に何も見えてない。ピンコンビだよ、ふざけんの。ピンクと DJ ですわ。うん、え、何が。ピンクと DJ ですわ、同じ。じゃあ、はい、じゃあ、じゃあ、さっきいなかったから、椿誰って多分誰なんて分からないやつらは知らない。今見た人が、あれかもしんないから、とりあえず、二人で、今、このイケメンを見て。違う、もう、いや、本当に今日のリスナーたち怖いから。今日のリスナーたちは本当にヤバいから、ヤバい、危険を感じるの。なんかこう、今俺だって前ミラクル出てて、なんかこう何、ほらミラクルどこだったじゃん。でミラクル、お前死ね、オラオラって感じだったじゃん。今日それ俺椿ファッキューみたいな感じ。周り回ってきたみたいな。そう、椿ファッキューみたいな。何、いらないよ、ほんとに。何、俺はもう、いらないよ。うまいよ。俺はお前が欲しい。えい、じゃあ、グイじゃない、何、今ならグイじゃない、もう帰りなくなる、グイじゃ、ほらもう、これで、ね、それはあかん、絶対、あかんね。ワインは、俺、試飲会でしか飲まないから。ロマネコンティの試飲会しか飲まない男だから。ね、何それ、黄色い鳥、いや、黄色くないけど、鳥、どす黒い鳥や、それ。あ、俺腹黒いもん、俺は腹黒いもん。でも、それは俺に直接会わないと分かんないから。そう、ちなみにほらね、ほら歌舞伎の神まで遠いって書いてあるけど、すぐなるからお前ら見とけよ、お前な。おい、じゃあ本当に歌舞伎の神になるって。あ、じゃあそれ今のあれじゃん、俺様は。てかていうかマジで言うけど、ほら見てよ、なんかお前はいらんって。それはもう違う、それは、ね、
何の、それね、ツンデレ、ツンデレがコメントしてるわ。あ、ツンデレコメントね。じゃあ俺は、当たり前じゃん、ツンデレ安定だけど、安定だけど、じゃあ椿を指名してくれた枝の子を紹介してもらうから、よろしく。よろしく。つうか、分かってない、分かってないよ、お前たち。なんか、絶対でも、ほら、修二くんかっこいいって言われてるから、ほら何番あるの、何番ん俺を。とりあえず、うん、3、3、2、2、2、2、2、2、おい、俺をナンバーワンにすれば、間違いねえから、間違いないから後悔させねえぞ、おい、よろしく。おい、イエーイ、よくあるねえ。ほら、俺電話してるよ、電話出ねえから、よくあるねえから、電話出ねえから。あ、じゃあ次、次、次ラスト、ラスト、1、2、3からのまとまってきからのまとまってきてねえだろ、お前からの。お前何も喋んねえだろ。あ、何やってんの、しまったわ、やっともうそう、しまったような気がするからの、からのもうね、うるせえのがいっぱいいるからさ、画面の目の前に。まだしつこい、まだ社長の、うわまだ、えぇーい、まだ社長のアバラオールとかなんか言ってるけど、なんか素通りしてた、素通りしてた。なんかね、これで絶対社長が来たから、でも一気にコメント数。いや、社長素通りしてたわけ。コメント数を稼ごうと思ってるの。いやいやいや、さっき言われてるよ、コメント数をほら稼ごうと思ってるよ、お前。お前その前やったの、お前絶対俺に言ったけど。ワイン具合悪い。え、ワイン具合悪い、悪い。じゃあ僕飲みます。悪い。じゃあ僕彼の分飲みます。いやー、いい。うわ、何なんこれ。おかえりー。ぶっ飛ぶんだよ、お前。大さん、おかえりー。これはいいや、お酒は。ぶどうジュース、ワインぶっ飛ぶんすわ。ほら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 、にゃんちゅうが来たよ。いや、俺さ、だら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 、バカの神やな、ほんとに。おっ、一瞬寄ったけど、一瞬寄ったけど、一瞬寄ったけど今。でもなんかハットの色が交互で素晴らしい。ハットの色はちょっと背景かぶんなくてよかった。一瞬買ったでしょこれ。俺オセロ、オセロだから。一瞬買ったでしょ。オセロ、オセロ。え、白に挟まれちゃった。え、だから白と黒でしょ、だからオセロじゃん。挟まって白になっちゃったって。え、何、俺に電話したの。いや、したんすよね。電源切れてたっしょ。そうなんすよ。なんか若干やらせなのかなみたいなところ思いました、なんか。大地、オラフ、オラフって、あの雪だるま。オラフ、オラフ、オラフ、どういう感じですか。いや、違う、マジで機嫌悪いんじゃなくて、本当にちょっと疲れてんだよね。いやいや、あ、ちょ、そうだ、俺ちょっと一言言いたいことあんだよね。3、3、2、2、1、1、ドン。あのハグ&キスとかいう、なんかあのよくわかんない店、ね、延期らしいんだけど、なんか海行ってるらしくて。あ、やばい、それやばい。見ないですか。いや、違うんだよね、リオとか4人ぐらいで海行ってるらしくて、おい、なんか画像めっちゃ送ってくんだけど、超ざくて。いや、俺仕事だしみたいで、明日ハニー休みじゃん、で、俺出勤じゃん、ふざけんなよみたいな、ちょっとイラってきちゃって。はい、あ、そんな感じですわ。海行きたかった。なるほど、海行きたかったんすか。どんな海行きたかったよ、俺も。あ、しかもちょっと聞いてよ。そう、俺バイクね、買いました。はい、寮のうちに届きます。寮って言うんですけど、内勤のの、届いたよって言って、じゃあちょっと置いとくからっつって、バイクを一回も見ないで盗まれちゃったんだよね。マジっすか。それちょっとあれっすね、マジムカついて。まあ、ちょっとツイッターに拡散した方がいいっすね。ほんとひどいよね。それありえんすわ、マジ。でもあれじゃん、まあいっか、言ったら結構いいやつ買うから。なんかこう欲しがりいるじゃん、なんかこうバイク好きな人って欲しがるじゃん。みんな俺のサイズパクられるのと一緒やね。なんか、まあ、っていうことで CM。 イエイ、シー、レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、マツオカ、ジャーン、オーバー。
疲れた。スープカレいや、なんかいや髪の毛が伸びちゃって伸びちゃって伸びまくりっすわ。わあ伸び伸び、やべえな、もう髪やば。だからみんな幹部の人とかも社長なんで自分いていいのかなってあるんですけど、幹部の人とかも社長、幹部の人とかも社長なんだよ。みんなさ、ちょっとおやり方なんで、ちょっと俺いていいのかなみたいなのあるんですけど。え、シュウジイケメンイケメンみんな言ってるんですよ。1位ランキングですよね。シュウジかっこいいよ、うん、人気ランキング今1位になった。マジで、あ、4人で。いや、むしろ人気ランキング1位だったらやっぱ伊沢さんたちが見たいから、ここは第1位なんですよ。え、多分殿堂入りしてるからてか、おいおいおい、 D、 あ、ちょっとアンケート取ってもらっていいですか。DJ はニコ生に出ない方がいいと思う人、出た方がいいと思う人、それは多分わけわかんないことで、財布パクられるって店行くの怖いんだけど、なんかわけわかんないよ。ああ、財布パクられたって言ったのは、だから、うん、バイクパクられたってプロデューサー言ったでしょ。ああ、うん、はい、いや、俺お客さんが、うん、なんかタクシーちょっと寄り道するから一瞬降りて、そしたら財布タクシーに置きっぱにしてたら、うん、戻ってきたらもうタクシーに逃げられてたっていうね、そのタクシー業者ね、やられてんの。ちゃんと説明しろよお前。そういうこと。いや、なんか酔っ払ってなんか従業員が財布パクったみたいな話だったんで、今の感じ的に、なんか俺めっちゃ辛くて、めっちゃ辛つらいっすよ。なんか俺めっちゃ盗んだみたいな感じになったんで。いや、シュージお前やってんの。いや、俺なんかめっちゃ盗んだみたいな感じじゃないですか、今の感じ。え、シュージが盗んだ。シュージがそのタクシーから盗んだ。いや、おかしい、おかしい、全然おかしい。めっちゃうまいですよ、全然意味わからない。あ、お願いします。あの、もし出ない方がいいの方が高かったら、 DJ ちょっとお前ちょっと一言言ってやれよ。ここまで言って、お、お前アピールだ。お前ちょっとアピールする。分かった。おい、サンサン、やれー、1、おい、お前ら俺が出なかったらこの放送終わっちゃうぞ。このおい1個言っとくけど、この放送終わっちゃうぞ。大丈夫か。そういうことだから、あれみんな来ねえんだよ来ねえんだよみんなおう、そういうことだぞ。いや、で、ま、DJ は、え、あの、一番多分、あのあれだもんね変なフォローやめてくださいね。あれだよ、一番ほら無理がありそうだね。って出勤率がね、うん、多いからね。なるほど、うん、ね、確かに。あ、この前さ、竹丸、はい、竹丸って言ったらさ、はい、やっぱファブリーズさんなんだけど、あ、やっぱファブリーズぶっかけた竹丸さんなんだけど、はい、この前、うん、僕朝方店で潰れちゃって歩いてたんですよ、うん、歌舞伎町の区役所通りを、はい、そしたらまあ竹丸さんとシュージ君が一緒にいて、はい、ああ、ほんと超キメんだけどマジかよと思ってうおーと思って行ったら、そしたら、まあ、ミスドに入ったんですよね、はい、で、なんか知んないけど俺もミスドに入ってったんですよ。あの、2人がいたんで、はいはいはい、そのままついてって、何やってんのっつったら、まあ、とりあえず竹丸が酔っ払って、はい、なんか変なドーナツをなんか1回買って食べ終わったらまた買いに行ってよ、3回ぐらい繰り返してて、3回ぐらい、3回ぐらい、ちょっとマジで1回で買えばいいのに、何回も1回でやってうめえこれうめえうめえ、たぶんそれは多分1個食って、本当に美味しい、1個でいいと思ったらみたいな、足りねえなーで3回ぐらい繰り返してて、やべえこいつと思って、とりあえずやべえって俺は感じたんで、とりあえず置いてったんですけど、まあ俺はそれ、そう、オチは特にないんだけど、ちなみに自分はちなみに自分はミスド行ってもあのおにぎり1個食わなかったです。おにぎり、ミスドにおにぎり、おにぎりあんの。ちなみにドーナツ、この話2回目、ドーナツ2回目、ドーナツね、ドーナツ2回目、ドーナツ4個、ちなみに竹丸はあの何のドーナツが好きなの一番。お、サンさん
えいえいじゃあポンデリンク、ポンデリンク、ライオン、ライオン、ポンデリンク、あライオンね、ポンデリンク美味しいから、そういうこと、マジで美味しいから、なるほどなるほど、甘いものは本当に美味しいから、なるほど、甘いものはライオン、ライオンね、ドーナツじゃなくて、でも竹丸ファブリーズはファブリーズあれは死ぬかと思ってた死ぬかと思ってた、いや、竹丸がね、マジやべー、ファブリーズ香辛料みたいな感じで、ね、キャッシャーの前でね、うわーうわーっ、ファブリーズ初めて見たっすね、口にぶっかけてる、俺見たことないっすね、それは、いや、ファブリーズがめぐらいまで飲んじゃって、まあ、それはもうファブ丸だからね、ファブさん、ファブ、ファブさん、もしかして、ファブさん、そう、ファブさん、マジっすか、まあ、フリスク代わりにね、使えばちょうどいいかなぐらいな感じですよね、うん、竹山さん、北海道またあれ温めようとしてんすか、それ食ってまた、それ食ったら温まるわけじゃないですよ、それ食ったら綺麗なところも、まずい、温めちゃうから、北海道北海道、そうだこいつ北海道持って、北海道からの北海道やべえなと思って、やっぱ今日寒いらしいですから、やっぱやばいよね、なんか丸さん、なんかなんで寒いの、昨日ちょっと飲みすぎたんですよ、はい。何でも食べちゃうからって書かれてるよ、ほら。寒すぎて。ほかまるだよ、ほかまる今。ほかまる。ファブマル、ファブマルじゃないよ、ほかまるだよ。せやね。ね、ほんとやばいね。いやー、やばいね。いや、びっくり、びっくりした。いや、真夏に北海道持ってるやつ初めて見たよ。いや、俺もほんとに初めてびっくりしたね、ほんとに。めっちゃびっくりっす。やばいね。体調ちょっと待って。あー。体調が。やばい。今だったら会長っす。お体調が、体調で、体調よいしょーイエーイグーイ、はい、バインはやばいな、いやでもシュージさ、あれだよね、なんかね、かっこいいね、うん、白にしたのいい感じ、シュージかっこいいんだけどさ、なんかね、性格がちょっと悪いの、うわ、いや、いいって言われてるんですけど、まあ俺ナンバーワンなんで、だし、シューズ性格別にいいんだけどね、うん、シューズ性格はいいけどさ、あれだよね、なんかあれだよね、なんつうのかな、変な、変にかしこまって、変に、どうですか、優しぶるじゃん、いや優しいぶるじゃないっす、優しいの、優しいっす、優しすぎる男、いやもう俺はもう鬼なんで、じゃあシューズが最近女の子にかけた優しい、一番優しい一言は、うわ、なんかある、ありますよ、三三二二一五、とりあえず俺ナンバーワンになるから金使えよ、よろしく、面白くねえから飲めよ、優しくねえし、グイ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 、でもあれでワイン飲んでたらもうついちゃうよ、白いから、あ、ついてる、もうついてる、もうついてる、あ、もうついてるじゃん、もうやらかした、ついてる、ついてる、事故事故事故、はいはいはい、こっち、うんうん、いいかげん染まってるわ、竹丸温度調節2か、うわぁ、ふかです、やっぱワインが効いてきた、ほんとに、いや、ワインいや、でも前一緒に飲みに行った時にワインはの湯が強すぎて、強すぎて、うん、あぁ喫茶店とかでビール飲むぐらいの勢いだったけど、いや、ワインはダメ、ほんとにダメ、え、ダメなんです、ワインはダメ、ダメ、ほんとに、いやーば、え、なに、え、シュージ、え、ゲイ、シュージ、ゲイタイム、おい、ハニー、何人ゲイいるんだよ、カマや、カマ野郎が何人いるよ、お前、え、これです、いや、ダメでしょ、めっちゃうまいね、このさ、結構昔の放送でさ、なんかさ、誰か忘れたけど、イチャイチャしてんだよね、シュージね、イチャイチャしてる放送あったんだよね、またまたゲイタイム前も持ってきた、これやめよ、そういうの、はい、ほらイケメンって感じに言ってんだよ、お前ちゃんとして、ええ、何、俺カマじゃねえ、愚痴ゲージ、おぬまひかり、どう、えって言ってください、なんて、どういうことですか、中丸くらさんかけた、こぬま、おぬま、中丸くらさんかけた、やべえ、やっぱりだ、おぬまひかり、かまさんにね、好かれてるよ、結構ね、え、誰ですか、それ誰、俺愚痴言ってないよ、ん、何、愚痴っぽいからね、
やっぱ2回目なんですよ。もういいよ。え大事さんに対してゲイタイムしようよって言われてますよ。お前がやらない。うるさいだ、やっぱ特別ゲストの。忙しいだ。大地さんに対してゲイタイムしよう。ハードパンチだな。やべ、ラスト1分前なんで、特別ゲストの大地プロデューサーに一言。おっしゃーす。オッケー。さあ、2、2、1、1、1、1、1、1、1。いやー、とりあえずさ、あのさ、正直言わせてもらうんだけど、とりあえず、これ見てくれててマジでお前ら超暇人だなって思うけどね、本当にこんなくだらない番組をいつも見てくれてありがとうございます。サンさん、いいいいいい、とりあえずお金にならないから店来て金使えよ。よいしょー、バッケー。いやなんか今日ごめんなさい、ね、酔ってないと何も言えない。俺、幹部じゃないけど、幹部じゃないけど、来週は幹部じゃないけど、やばいやばい、グイーン。生きている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。